どうも、キング&プリンス大好き今井子です。今日はキング&プリンスアリーナツアーメイドインの参戦日前日です。最後の悪あがきに髪の毛に潤いを与えるべくヘアサロンにやってまいりました。少しでも綺麗に見せたくてトリートメントなんかしちゃったりとかしちゃったり、岸君にキューティクルまで見せちゃっていう気持ちでね。いやー、今回こそいい座席で会ってくれ。前日にネイル変えるっていうね、いろいろ悩んだ結果、イワチのライブも近いし、ピンクと紫感じれるネイルにしたよ。ゴリゴリキンプリネイルにはしなかったけど、いよいよです。前日になって慌ててデコるっていうね、これ毎度なんですよね。ずっと前からやらなきゃいけないなって思ってるのに、気がついたらもう前日。いつもこれ、まあ前日が一番気分乗ってるっちゃ乗ってるんですけどね。いつどこでどのタイミングで写真撮りたくなるか分かんないから、いろんなバリエーション用意しとくといいよね。ただなんか台風が近づいてきてるっていうから、写真とか撮れないかな。晴れてほしいよな。あ、今回はお母さんがこれを貼ってほしいということで100円ショップで買ってきてくれたんだけど、めちゃめちゃ楽、綺麗だしね。これはもう忙しい人にはうってつけのアイテムだね。あとね、今回ちょっと推しの顔がくるくるするうちわを作ってる人がいて、作ってみたいなと思って挑戦したんだけど、やり方がっつり間違ってました。というわけでもオリジナルダブルユータの顔使って作ってくよ。今回はお母さんと二人で参戦するんだけど、私は岸くんたん、お母さんは神宮寺たん。あとこんなのも作ってみました。っていうかさ、これも前日の映像とは思えなくない？普通これずっと前からやっとくべきことだよね。なんならもうサムネ間違ってるよね。これうちわの作り方じゃない？でもこれが本当に私のリアルな前日の様子。時間がない。できた。今日はかえちゃんの坂上王国があるから、それまでに終わらせねばと必死でございます。っていうかかえちゃん忙しいのにダイビングライセンス取得してたなんてすごすぎる。先輩の桐山くんと一緒に潜って楽しそうだったな。私あの大きい魚近くに寄れない、怖いもん。とか言っているうちにどんどん仕上がってきてまいりました。蓋をしてすごい静電気。意外とここは難しいんですよね。できた。こんな感じに仕上がりました。今から詰めます。え、なんかすごいちゃんと忘れ物しそう。まず充電器、あとうちわね、そして手作りうちわ、何があるかわからないからファイルも一応持って。え、めちゃめちゃ不安。不織布のマスク、めちゃめちゃ高いやつゲットしました。紫ペンライトでしょ。チケットホルダー、これ使えるの嬉しいな。ダブルユータのアクスタ、多分明日これつける。あ、そしてこれいただいた缶バッジ、なんか開けるのマジでもったいないな。でもここにこうつけていきたい。ジンクのお母さんよりくれたんだけど、あげたくないな。そして双眼鏡、ちょっと明日さ、もう台風らしいけど一応ファン、こないだ教わったの、待ってる間とか暑いとあれだからファン持ってるといいよって。この子たちも連れてく。そしてメモする用のノート持ってきます。仕切りがないからむずいね。細かいのちょっと別で入れてこう。ちょっとほんと忘れ物なりそうで怖いんだけど、大丈夫かな。とりあえず寝よう。